今回はですね、はい、ロシアまたお話したいなと思いますね、はいはい、ロシアの、ポセイドンっていうやつなんですか。ポセイドン、そうなんですよ。バビル2世ですか。ですよね、そう思いますよね。でもまあ海の潜水艦につける、はい、まあ、いわゆる核弾頭みたいな魚雷。ほう、ちょっとね、最近ニュースになってるんですよね。あ、そうなんですか。はいはい、要するにロシアがポセイドンっていう新しい、何ですかポセイドン。まあまあ聞いてください、はい、ポセイドンっていうやつがあって、これまあ潜水艦につける、はい、まあ、あの核弾頭つけて、はい、海の中をずっと進んで、はい、海の中で爆破させることによって、はい、最大 500m の津波を起こして、はい、敵国と言われるところをこう壊滅していくと。魚雷に核弾頭が搭載されてる。そうそうそう。で、まあまあまあ潜水艦みたいなもんですよね。でこれ20メートルあって、しかもこれ、原子力で走るのでずっとまあ潜ってられるわけですね。原水、はい、ずっと中にいて、はい、で時速100キロぐらいですか。で1万キロ走れるとか、うん、走れるというか、まあ動けると、はい、近づいていって、はい、まあ、例えば大西洋とかで爆発するとかすると周辺の国、はい、島国とか津波が起こるっていう。でこれ言ってるのはイギリス。イギリスが完全に水没すると。どっから来たんだとこの話が、はい、ロシアのチャンネル1って、それはまあ NHK みたいなやつなんですけど、あの国営放送、国営放送です、はい、でそこで、放映されたんですけど、今年夏ぐらいかちょっと前に有名なキャスターがそこでこのポセイドンの話を、はい、すごいのがあると、はいはいはい、海の中こうバーッとこの動画見てみたことわかるんですけど、こういう感じで放映したと、はい、ですごいまた危ないもん持ってるなロシアはという話なわけですよ、はい、で彼ら言ってるのは、例えばイギリスであれば500メートルの津波なんで、はい、全部す壊滅して、500メートルの津波ですか。そう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 なんですよ。しかもアメリカであれば、はい、まあ、アメリカの主要都市ってちょっと海寄りですよね、はい、例えばワシントン DC もそうですし、ニューヨークとか、はい、あとはロサンゼルス、はい、ああいう主要都市も、まあ、それで水没できるんじゃないかと、はいっていう話なんですよね。でこれをですね、まあ日本でも、まあ、専門家の人たちとかもこれちょっとやばいぞとって言って雑誌なんかでも特集やってますね。やられるんじゃないかと、これが、はい、まあ、ちょっと話題になってるわけですよ実は、はい、ね、しかもねこの威力ですよ、はい、これすごいですよ。2メガトンって言われてまして、2メガトン、はい、これは広島型原発の100倍の威力を海中でポカーッとやると。はあ、うん、でそうやってまあ言ってるんですけど、出たあと今最近また日本でわーっと盛り上がってますし、はい、で要するにプーチン大統領が核兵器使うんじゃないかどうかってわーっと揉めてるじゃないですか、はい、ちょっと、まあ、要するにみんな行き詰まってるの分かってるわけですよ、うん、手詰まりなのは、うん、で何かするんじゃないかっていう中でこの話が出てきて、うん、メディアもやっぱりこうちょっと新しい話ないかなっていう中でこう出てきてるんですよ、うん、はい、でもまあはっきり言って、まあ、アメリカとか海外の僕もそういうシンクタンクのいろいろ見てると、はい、証言も集めてきましたけど、はい、まあ眉唾だなと。だって500メートルの津波でしょ。そうなんですよ。で、まあ、下手したらだって東日本大震災も地震兵器のなんだっていう陰謀論ありましたけど、まあ、そういうのに繋がってる危険性もあるんですけど、まあ、第1個目、まずなんでこれがおかしいかって思うかというとですね、大体その、まあ、アメリカを例えばやるとか、うん、ロンドンやるとか、うん、まあ、当然あの辺 NATO 一緒なんで、うん、例えばイギリスやられたら当然アメリカも行きますよね、はい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 、でじゃあ同時にアメリカのワシントン、ニューヨーク、そういったとこ全部やると、はい、なったとしても、はい、内陸部は全然被害ありませんね、はい、そしたら多分それやった瞬間にロシアが、はい、多分ロシアに核兵器ミサイルが一気に飛んでいってロシアも壊滅すると同時にっていうことになるので、はい、そんなバカな選択はまずしないじゃないですか、はいはいはい、これがありえない理由のまず一つなんですけど、はい、あと技術的にもやっぱ難しいんじゃないかと、そのでっかいものを分からずに結構近くまで行かないと、はい、海岸の、はい、で海岸の近くまで行けば確かにありえると、はい、そうですね、近くで爆破すれば多少津波起きますよねそれはみたいな。それでも実験したんですか。だからしてないですよ。できないですよね。でだからそれもそうですよ。だから本当にそんな何を根拠に言ってるんだってこと。でもう一個言うと、衛星の写真とかみんな今みんな、はい、ね、シンクタンクですよ、みんな見て、はいはい、オシントっつってますけど、オープンソースのね、はい、情報で見てますけど、これを載せると言われてる、これね、ベルゴロドっていう搭載されてる潜水艦なんですよ、はい、でこれがずっと陸の上に置いてある、いわゆるドライドックって言われるところですね、はい、にずっと置いてあるのがあって、はい、確認されてるんですよ、はい、だから本当にこれを実用的にするんだったら、はい、全く準備ができてないというのはみんなから分かっていて、はいはい、だから使えないでしょと、まずそれもあって、うん、だからなんでこの話が今更出てんだっていう話なんですよね、はい、でもまあ専門家の人たちが煽ってるんですけど、はい、特に日本はですね、日本の専門家が煽ってるんですか。日本の専門家の人たちそうですね、ポセイドンっていうのが危ないよと、
それは軍事専門家ですか？あのロシア専門家の人とかですね。面白いおじいちゃんの方ですか？知ってるんで僕もよく知ってる方なんであれですけど、あの中村先生は、はい、おそらくあの人自分でもおっしゃってますけど、はい、ありえないことをやっぱ研究者なんで、うん、ありえないことをみんなに伝えていきたいと、はい、ありえないことも含めてね、はい、こういうことは確かにこんだけの可能性しかないかもしれないけど、それはみんなにやっぱ知ってもらいたいと、うん、ただでも予想つかないじゃないかと、それぐらいあのプーチンっていうの予想つかないと。いやプーチンが予想つかないのと500メートルのやっぱりちょっと理屈がわからないですね。まあでも、うん、ここで僕らマッドマンセオリーの話しましたよね、チャンネルでも、はいはい、まあ、それに近いんじゃないかと。要するに周りの人たちがみんな言っていて、ロシアがいかに頭がおかしなことをやりかねないぞということを、うん、なんかこう喧伝していく材料の一つになってる。でそれあんま広めたら乗っちゃってるってことになりませんか？まあ乗っちゃってるってことになるんですけれども、はい、ただはっきり言ってちょっと良識ある人だと、はい、海外のメディアとか見れる人だと、はい、もう絶対ありえないこと分かるわけですよね。そうじゃない人がちょっともしかしたら乗っちゃう可能性ありますよね。情報ソースが限られた人とか言葉選ばないとまた書き込まれますよ。そうなんですよ、だから言ってるんですよ。そうです、だからその限られた人とかいうことですよ。だから代わりに僕はじゃあ逆の意味で今日ね、だからもういろんな専門あるんです、こういうのを検証してるとこいっぱいあるんですよ、はい、海外では、はいはいはい、それぞれの専門家の人たちがこのニュースに対して何て言ってるか、はい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 、いくつかわっとこう、ね、はい、言ってきましたね、はい、それで判断してもらいたいと、皆さんに、はい、これ起きるのか起きないのかは、はいはい、でまず言ってる人たちですね、ヨーロッパ の、はい、あのいわゆるまあそういう軍事専門家ですよね。軍事専門家の人3人のコメント集めてきましたんで、はい、でまず、陸に近いところで爆破させてたら、はい、仮に、はい、したら沿岸沿いに被害の出るのは確かと、はい、だけども放射能もかなり出すので、はい、わーっと雲も放射能雲みたいなものできるので、はいはいはい、かなり別の意味での被害になるんで、はい、これはもう選択として多分ないだろうと、はい、陸に近くまで行くことがまずできるのかっていうところですね。その被害を与えられるほどまで、はいはい、それまで気づかれずに行けるのかっていうこと、はい、っていうことを考えると、まあ、非現実的ですと、はい、ありえないと、はい、であともう次の人ですね、はい、冷戦時代からこのクレイジーの話は出てんだとクレイジークレイジーって書いちゃってますね、はい、言っちゃってます。僕じゃないですよ言ったの実現からほど遠いエネルギーが必要になるん で、うん、でだからまあこれはまあ無理でしょうと分析されてきてたと、はい、これまでも、はいはい、でそれだったら地震の方がねよっぽど大きな津波を起こすこともできるし、はいはい、っていうまあだからそういう言い方していて、とりあえず非現実的ですよ、はい、こんなものはというようなことを言ってますよね、はい、これ同じ人だと思うんですけど、まあ、抑止力として見るには、はい、まあ、発信するそういう意味じゃあるのかなと、核兵器と同じでこういうものを持ってできるかもしれませんよって言ってることで一応抑止力になるかもしれない、非現実無理だろうなと思っててもなんか持ってたら嫌だなということで、まあそういう意味にはなるのかもしれないですけど、多分アメリカはそんな風には見てないと思います、ね、先ほど指摘あった通りですよね。これテストしたのも誰も見たことないし、確認した人誰もいないので実用レベルに全くありませんと言ってますね。今ロシアがウクライナで見せているロシアの実力を見ると、高性能も単なるハッタリですということですよね、っていうふうに、まあ、欧州のまあ軍事専門家なんかはこういうふうにまあ見てると、はい、いうことなんですよ。だから要するに、まあ、マッドマンセオリーですね、これもまたっていう話ですよ。でだからちゃんとあの NHK みたいな、はい、あの国営放送使って、はいはいはい、でまあ、プロパガンダ的にこう流していると、はい、ロシア国内でも信じてる人たちいるんですよ。そうなんですね、はい、そのテレビ見てる人たち、若い人ってあんま見ないんですよテレビ。やっぱ日本も同じですけど、はいはい、ロシアでもそうで、はい、で先日僕ロシアの人とちょっと話する機会があって、はい、で今度は日本に暮らしてる方ですけど、実は思ったよりみんなテレグラムっていう、うん、いわゆるアプリですよね、はい、LINE みたいなアプリ、はい、あれでいっぱいチャンネル作れるんで、ニュースもいっぱいあって、はいはい、みんなそっち見てるんで、実はこういうのも見てみんなで笑ってるって感じだと思うんですよ。そうですね、500メートルなんか絶対無理だってやっぱり思いました。ですよね、だってマグニチュード8の地震で広島原発1100個分ですよ、はいはい、それでも、ね、あれ何メートルでしたっけ。そうですね、はい、で500ってそれの50倍ってことですよね。すごい広島原発 1100×50 ってことですよね。そうそうそう、そんな威力いやだからできるんだったらね、それはすごいですよ、夢物語って話ですけど。いやもうひどい話ですね。いやでもまあこれが起きると言ってる人たち中にはいるわけですか。 SF みたいな感じなんですかね。そうですね、はい、どっかの惑星が落ちてくるみたいなところですか。アルマゲドンですだからそういう感じなんじゃないですかね、ノリとしては。そういうこともありえるから気をつけてくださいっていう専門家の人のまあ
のが、そういう警告なの僕は分かりますけど、それ理解してますよ、はい、それは、はい、中村先生大好きですから僕余計なこと言わなくていいですね、はい